しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。3月10日月曜日、しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、大変お忙しい中来ていただきました、真っ白住民自治協議会会長の中島会長さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマはですね、真っ白地区振興計画についてということでお話をお伺いしたいと思います。まあ、初めにですね、なぜ真っ白で振興計画をこれ作成することになったのかということからお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。わかりました。今回この振興計画を作ろうということになったきっかけは、はい、皆さん方もご存知のように昨年の3月31日で八代線が廃線になったということ、はい、ですがこの長野市南部にとあって歴史文化の大変貴重な資源をたくさん持ってますし、はい、それからまた多くの住民がこの地に住んでいるということからすると、はい、この町をやはり衰退させてはいかないなと、はい、ぜひ元気が出せる町づくり、また町の将来像というものを描きたいなということが皆さん方の中から湧き上がってまいりまして、この策定をしようということで今回やらせていただいております。なるほどですね。まあ、これは今ここに載っているのが25年7月1日のこれ住民自治協議会発行の振興計画作りというニュースという形で出てますね。はい、でその中によりますと、この下の方に見ておくと、推進組織という形で、振興計画策定委員会さんがあって、その下に、3つの部会がございますよね。これ地域振興とまちづくり部会、それと歴史文化とまちづくり部会、はい、交通とまちづくり部会という形で3つございますけれども、その位置づけっていうか、そういうのはどういうあれでしょうかね。そうですね、はい、この真っ白地区振興計画策定委員会ということで、はい、15名の方にお入りいただいて、一番審になる、はい、委員の皆さん方、はい、その方々の下に3つの専門部会を設けさせていただいて、はい、その中に20人から15人ぐらいの方々にお入りいただく、はい、それとまたその他にも、今回の計画は市との共同で、計画策定していこうということで、昨年の鷲田市長さんの時代に、はいはい、ぜひ、市の方も協力するんで一緒にやろうということになって、うん、はい、市の職員も大勢この計画の立案に、アドバイザーとして入ってきておりますので、はい、総勢で90名ぐらいの方々で今、はい、進めているというところです。ですか、はい、その中には、はい、真っ白の持っている商業、工業、はい、そして農業、それと観光振興というようなものの振興策を考える、地域振興とまちづくりという部会、はい、それから、歴史文化財がこの真っ白にはたくさんあるわけで、これを生かしていく、はい、また観光客にもこれを見て楽しんでいただく、はい、そして地元に住む人たちも、うん、この歴史文化財に触れて自分たちのしっかりとしたこの町の中の、はい、良さというものを再認識していこうということで、はい、地域文化と町づくりというものが2番目の部分、はい、それと、3番目は昨年亡くなった電車がなくなりましたけど、はいはい、今現在はバスを基軸とした交通でこの町の交通網というものをこれからやはり住民の足としても確保していかないといけないし、はい、それから観光客にも訪れていただきやすくなるような、うん、ことの、はい、交通問題をしっかりと議論していくということが3番目の部分です。あ、なるほどですね。この中でもやっぱりこれ一つ一つやっていくとも大変なお話ししながらっていう形でやるから、ちょっと難しいあれにはなるですね。そうですね、うん、やはり議論していきますと、はい、この委員の皆さん方だけの議論ではいけませんので、
やはり若い人の意見、はい、また中学生高校生の人たちの意見もお聞きする機会もありましたし、はいはい、女性の皆さん方の声も聞かせていただいて、はい、それから1月には住民の皆さん前後にお願いをして住民のアンケート意識調査をさせていただいたということで、大変予想以上に回収率が高くて、我々としても本当に感謝してます、うん、まあ、それは後でちょっとまたねお話しいただければな、まあ、その中にもおいてやっぱり外部の有識者も参加されたっていうんで、このもうちょっと説明いただけますか。そうですね、はい、外部ではもちろん地元の信州大学の、はい、伊沢教授に、お入りいただきましたし、はい、それから、長野大学の三田先生、はい、この方は日本でも大変有名な地域おこしの専門の指導者であって、うん、今回、特に東京にお住まいですが、会議ごとにわざわざ真っ白までお出かけいただいて、うん、大変貴重な意見を聞かせていただいているということ。ああ、そうですか。それから大阪からおいでいただく方、はい、それから地元の 県短期大学の中澤先生であるとか、はい、あるいは地域の歴史学の中心的役割を演じてらっしゃる宮下先生とかですね、はい、そういったことで我々としては、大変幅広い知識をお持ちの方々にご協力いただいて、今非常にいい議論をしてまいっています。なるほどですね、はい、これもやっぱりあれですね、そのこれは皆さんもこういう仲間に入って、その地区の住民も入って一緒に論議するみたいな形のあれなんですね。そうですね、そうですね、地元から入っていただいている方々と全くフラットな状態でいろいろな面で議論をしているということであります、はい、なるほどですね、はい、まあ、先ほど言ったその、まあ、3つの部会にあるので、その部会ごとにまた全部一つまとまりっていう形で動いてはいるわけですね。そうですね、そうですね、はい、で、まあ、あと先ほどおっしゃってたその、真っ白地区振興計画地域づくりのアンケートっていうので、これもあれですね、先日全校配布みたいな形でニュースっていう形で3月1日に自治協だよりでね、これも出されましたけども、これのそのアンケート結果、まあこれ抜粋って書いてあるんでちょっと軽く説明していただければいいかなと思いますけど。そうですね、はい、一番最初に問いかけまして、はい、真っ白地域を振興するにあたって何に力を入れていくべきだと思いますかということでお聞きをした中で、一番多かったのは魅力的な観光地にしていきたいというのが一番人数が多かったです。それに、ね、その次は歴史的な町並みをしっかりとやっぱり整備して魅力を作っていきたいという答え、はい、それから3番目が、やはりこの真っ白っていうのは非常に豊富な農産物が取れる、はい、農業地帯で長芋やあんずに始まり、真っ白の一本ネギとかですね、うん、あるいは青大きゅうりとか、はい、長野県内でも有数の農業地帯でありますので、うん、まあ、ここの農業の地産地消というものをぜひ生かした販売拠点を設けてくれという希望がやはり強かったですね、はいはい、それとやはりその歴史、公共交通の整備が遅れちゃいけないよということで、うん、やはり出かけやすくなる公共交通、うん、はい、それからまたこの町にも訪れやすくなるような、うん、そういった交通網というものを、はい、ぜひ作ってくれという希望が強かったですね、はい、あ、なるほどね、まあ、これも今この見るとそのあれですね、にぎわいの商業だとか、ね、食の魅力っていうのもまたちょっと出てきてますね。そうですね、これもね、食の魅力は一番真っ白で欠けてるものっていうと、うん、一番最初に出てくるのはやっぱり食べるものがないということ、うん、お土産を買うにどこで買ったらいいかということで、うんうん、これは今かなり議論が詰まってきてますが、はい、このままいくとですね、やはりその真田宝物館周辺か、うん、あるいは真っ白駅周辺にですね、やはりそういったポイントとなる拠点を、うん、ぜひ作ろうと、それは
昔からある駅舎を使うことがいいのか、あるいは新たに、何かを、うん、そこ作るのか、はい、これはもう最後の行政とのいろんな議論の中の詰めになってくる、という、こう、ふうに思いますけど、うん、やっぱり必ず真っ白へ来たら、寄り所として、まず寄っていただくっていうところがあって、そこで買ったり食べたり、それから街中を行くにその情報を得たりということがですね、これはもう何としてもいち早く実現をしたいというふうに考えてますし、行政の方もこの振興計画で地元からの意向をぜひ早く出してくれということで待たれてますので、ここはしっかりと表明したいと思います。わかりました。まあ、先ほども言ってたその交通、ね、公共交通って言ってましたですね、はい、まあ、今電鉄がなくなってしまって、で今町の方でもまあ今80歳ぐらいの人が、ね、車で移動したりなんかしてる、やっぱりそういった面で、まあ、あと長野の方へも行くにもどうするかっていうのがあってですね、やっぱりいろいろと、まあ、論議は今一生懸命やってるんだとは思いますけど、まあ、首都の、まあ、お金のかかることだから余計にそういう問題がちょっと長引くかもしれませんけども、そういった点はいかがですか。今度の新しい加藤市長とこの間、いろんな懇談をした時にですね、はい、地元の意向をぜひ、出したらいいじゃないかということで、まあ、幸いに長野真っ白間のこの真っ白線というものは、うん、アルピコ交通でも一番黒字路線ではありますので、はい、ここをより便利な路線に模様替えをしてですね、例えば15分間隔とか20分間隔で頻繁にバスを走らせると、それに対してデマンド交通として周りからその乗り換えができる、コミュニティバス路線というものを、例えば今乗り合いタクシーであるとか、福祉タクシーだとか、グリンゴとかいろいろあるわけですが、それをそこへきっちりこうつなぎと、合わせることによって、例えばその豊栄や西条から出てきた人もですね、バスが例えば駅前で乗り継いで長野に行けるよ、それから篠ノ井のデマンド交通のバスが入ってきてそこにも乗り換えができるよと、だから篠ノ井とも双方向で、篠ノ井のグリーンリンゴも真っ白のグリーンリンゴもお互いに篠ノ井と真っ白の乗り入れたらいいじゃないかっていうのが、この間地域同士でそんな懇談をした経験があります。そういうこともしっかりとこう組み立てていけばですね、より便利なバス路線というものは十分やっぱりできるんじゃないかと思います。なるほどね。まあ、あと、将来像という形で、まあ、ちょっとね、将来構想という形でお話出てますけど、これはちょっとまた説明していただけるとあれですね。そうですね、今回のこの議論の中で、やはり一番皆の委員さんの意識の中にも強くこう出てきたところから まとめさせていただいて、まちづくりの将来構想というものを今想定しております。振興計画を策定するにあたって住民の皆さん方が共有する基本目標というものを設定しようと、それはですね、一つには真っ白城に象徴される歴史と文化の町、我がふるさとということ、それから2番目が住民が安心して快適に暮らせる環境づくりを基本にしていこう、それから3番目が訪れる人々も快く楽しめる街を目指していこうと、それから4番目が交流者も増やすなど活力ある落ち着いた街づくりを進めていこうと、いうことで、トータルの目標として、安心して心豊かに暮らせる城下町松代、暮らしたくなる、行ってみたくなる、楽しみたくなる我がふるさと、こんなことを今将来構想の目標として今考えています。でもいいですねこれね、こういう安心して心豊かに暮らせる城下町松代ってやっぱマッチングしてますもん ね、これやっぱり実現できしていきたいですね。あとはこれまたその将来構想っていうのも2番目にございますけども、将来構想っていうのはこの中でしっかりまだ皆さん方お伝えするにはちょっと早いんで、私はねこの中で一番強く感じましたのは、長野市全体の中で南の位置にしてるわけです、高速道路の入り口がこの真っ白にある、それからやはり落ち着いてみるとですね、この町っていうのはやっぱり商業も
あの衰退はしたとはいえ、うん、しっかりと大型店もあるし、うん、買い物しやすいお店も数多くある、はいはい、という面から言うと暮らしやすい環境がある、うん、それから真っ白長野真っ白総合病院という健康づくりの拠点がしっかりとある、はいはい、それから歴史文化の資源がたくさん残ってる、はい、これはね長野広しといえどもコンパクトなまとまりの街、うん、ってのは真っ白がやっぱり素晴らしいところだっていうふうに、うん思っていいんじゃないかな。あ、なるほどですね。そのためには住民がこの街を大好きになると、うん、それで自分たちがどういう力をこの中の街の中に生かしていけばいいのか、はい、ということをこれからやっぱり考えていくってことじゃないでしょうかね、はい、なるほどね。まあ将来に向かってですね、まあ、まずこの基本目標っていうのはですねこれ達成できるような形でご尽力いただければなというふうに思いますね。今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと早く出ちゃいましたね。ちょっと今止まっちゃいましたね。ちょっと、ね、ちょっと止まりましたね。はい、はい、皆さん、はい、来週の来週ね、私じゃないですね。あ、はい、私、はい、あなたでございます。はい、じゃあちょっとはい、交換して、はい、はい。じゃあ来週はどんなあれでしょうかね。ね、はい消防署の副署長さんにね、はい、おいでいただきまして、はい、どんな話ですか。ね、春はねやっぱり火災が多いと、うん、枯草火災とかね。うん住宅火災多いということで、そんな注意事項などをね、はい副長さんに お話しいただくということで、はい、あ、そうですね、はい、お願いしてありますので、ぜひお楽しみください。じゃあそういうことで、はい、来週は春の火災予防について、ということで、ね、そうですね、はいはい、お話しいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。松代、あなたの街。それそれそれくり松代、また見てね。